させていただいております。こっちにラーマがいるよ。よっしゃ、いいね。プレミアム系初めて、初めてなんだ。初めてらしい。初めてだから楽しみだよ。人の金でやんの用意してねえのか。え、企画だからさ手持ち持ってこないもんな。持ってこないよ絶対。こいつのね、やっぱ伝説があるんだよ。話してよ。あ、まじ、あ、俺と一緒にあの温泉行かれるって言ったの。あれか、学生時代。そう、学生時代に。そしたら、おい行くよって言ってさ、こいつ財布持ってきてんの。やっぱーしたら、お前が誘ったんだろ、もう溺れよって。マジで、いや、マジで俺着替えしか持ってかないから。そうそうそう、こいつはね、本当に人の金で遊ぶのが好きなんだよ。大嫌いだよな。性格悪いわ、性格悪いわ。ありがとう今日、もう一人主役がいて、今日中尾くんも。あ、俺も中尾厳選企画で、なんかリーダーになったことない。あ、そういえば結構やったけどないね。でしょ、ね、そんな得意じゃないって言ってたよ。得意ではない。だからちょっと今日ダーマくんとザカオくんを主軸にした企画をやろう。おう、やった。はい、今日やりたい企画は色別対抗1万円でどれだけ取れるのか。おー、なるほど。ゲーム対決でございます。お前にね、赤対青とか黄色対青とかコラボでやったりとか、はい、やったんですけど、ダーマくんのメンバーカラーが紫なんですよ。お、紫の景品対、まあ、ちょっと黒だと限りがあるんで。まあそうだね。中尾は黒剣、実はオレンジなんだね。そう、なんかこっちから発表した覚えはないけど。そう、ないけど、なんかよくわかんないけど黒とオレンジって言われてるよね。そうそうそう、受け用なんですかね、はい、なんで今日は中尾くんは今日オレンジチームということで、はい、ダーマリーダーと中尾リーダーチームに分かれた紫対オレンジで対決していきたいと思います。おー、で、各チーム1万円ずつということで、我々3人一応余ってるんで、2人にじゃんけんで取り合ってもらいます。はい、最後の1人はいる、いらないしてください。はい、じゃあ2対3になるわけですね。です。じゃあじゃんけんしよう。はい、うん、最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、こうでしょ。ちょっと待って、これ何言うんですか。久々にいた。あ、まあ、年のやつやね。そうだよ。じゃんけん、ぽい。よし、じゃあなほかたー。ありがとうございます。そしたらじゃあマサイだわ。あー、やべ、ロボットぞ俺。いる、いらないがあるよ。それ、そんな。いる、いらないがあるよ。いらない、いらない。そのプレイ。ああ、いいよ、俺ソロでやってるから。じゃあいや、別に俺あの何でもいいよ。どっちかに入ってやるよ。どっちでもいい。じゃあ勝った方もらおう。勝った方もらおう。勝った方もらおう。最初はグー、じゃんけん、ぽい。ああ、いやだけど俺こういう時むちゃくちゃ強いからね。そうだね。いや、前何度も勝ってるからね。そうそうそう、実際強いよ。実際強いと思うなら取ってやれ。今のは正解だ。取らない。そうだ。ザカオチームがマサイと2人、ダーマチームがアンダーボとシルクということで、より多くの景品、より大きな景品を取った方の勝ちでございます。はい、よっしゃ。勝ち負けは最後に水やって決めましょう。わかりました。本日もこちらでございます。はい、はい、1万円分両替した100円玉です。ゴチ。ゴチ。ゴチ。ザカオチームはオレンジのもの、ダーマチームは紫のものを取ってください。はい、まあなんか 40-50% ぐらいその色入ってれば OK にします。はい、じゃあそれでいきましょう。はい、はい、準備いいですか。はい、大丈夫、大丈夫。それではゲームスタート。はい、絶対勝つよ。いきましょう。久々だな。いや、めっちゃ久々。俺、あれさ、クレーンゲームやったっけ。正直、この2人強いよ。当てるよ。しないよ。ただ、わかんないよ。紫の景品が、そう。どんなもんかっていうの。おー、これはオレンジだな。これは何だ。食べっ子動物のキャラクターだね。あー、いいね。やってく。あ、マサイはさ、結構うまいんだっけ。コンディションがあるよ。あった。もう一回言ってみ。クレーンゲームの先生あっち行っちゃったからさ。そうなんだよね。説明も何もねえんだよ。ああ、天性の勘で。そう、行く。あれ、そこで変わっちゃうんだよ。ああ、もうワンぐらいしとく。まあ取れたらでも強いもんね。これはでかいよね。うん、手のとことかにさ、アーム挟んだら強いし。ああ、なし。いいよこれは。ほら、本当に。ほら、これいい、これいいで。今希望見えたで。まあ希望は見えた。これにお金かけるから。ちょっとね、保留にしよう。わかった。これはちょっとやめよう。大きい紫っていうのと何だろう。でかいゲンガ。あー、ゲンガ。ゲンガぬいぐるみ。ぬいぐるみとかね。マイメロちゃん今回取れないもん。そう。だからさ、お願いマイメロディーだからさ、お願いしたらあれ返ってくれんじゃないの。あ、確かに。うん。ちょっとお願いしてみる。ね。すいません。お願いマイメロディー、クロミちゃんにして。やった、オッケーもらった、オッケーもらった。よしよしよし。
なんでちゃんとそこうまいの。マイメロディーはめちゃめちゃ俺練習したのよ。なんで。いや、ティータイムの時使おうと思って。ティータイムにしましょう。あんまりティータイムの機会ないだろ。これゲーセンでやるとこの声あのちょっとね薄すぎて消えるんだよね。ちょっとこのカメラの皆さんティータイムをお伝えして。あ、オッケー、わかりました。お願い、マイメロディティータイムにしましょう。本当に似てんのがうざいの。アニメ版のね。そうなの。とりあえずワンコイン、とともに俺のところにもワンコイン。なにパクるな。1回につき1個だよ。それ以上着服したら俺がクレーンつくんだとね。ワンプレイ、はい、ワンプレイいきましょう。ああ、どうなる。よりバーに当たっちゃったかもね。あ、でもうい。ああ、でもずれた、ずれた。縦で結構動いたから、案外それ正解かもしれない。やってみます。頑張って。いいね、いいね、いいね。うい。あ、でもお、いいんじゃないの。いいんじゃない、救えると思うよ。なんとか。ああ、ちょっと変わってもらって。オッケー、やってみよう。スッと始めたね。手慣れてるよね。あ、これ以上奥いかないわ。あ、そうなんだ。あ、で、マックスまで行くと左アームがぶつかっちゃうから。あー、でも横にシフトした方がいいのかな。ちょっと手前、マックス手前ぐらいで止めたらギリギリだもん。おー、初めてだから勉強になる。ちゃんと確かにね。いけ。おー、机。おー、あー、むずいな。でもなんかその繰り返しでいけんじゃん。ちょっと奥行ったね。うん、うん、絶妙。おー、これ行ったんじゃない。あー、耐えやがった。フィジカルが強い、クロミちゃん。フィジカル強みちゃんだな。積んでる積んでる。フィジカル強みちゃんはやばい。クロミちゃんの影ないよ。いける。お、あら、お、お、え、え、うわー、俺のうんちくなんも意味ねえな。すげえな、それでしたのか。普通に掴んで普通にゴール持ってったの。やったやった。2回も取れた。取れた。ナイス。はい、次行きましょうか。人影がいるんですよ。いや、もう完全オレンジですよ。そうだね。これをちょっと行こうよ。これでかいべ。うん、行きます。今日帰った方がいいよ。そうかもしれないですね。じゃあ2人チームで1人帰ったら孤独の戦いになるからやめて。ソロプレイだもん。本当にもうとりあえずもう手前から持ち上げていくパターンでしょ。ちょっと進んでくれれば。つかみどころをつかむ、うん、つかみどころをつかむ。お、いいんじゃない。よし、どうだ。いけいけいけ。え、ちょっと来た。え、これ来た、もしかして。よー、いや、来てる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 。これあるよ。取っちゃっていいっしょ。俺が取ろう。ワンチャンこれで1回取れるよ。でっかいこと、でっかいことやっていくよ。え、めっちゃいいとこ行ったじゃん。来た。引きずって、引きずって、え、え、どう。あ、一かけ。あー、絶対取れる。絶対取れる。あとも押すだけ。これ400円でしょ。400円の一かけ。400円の一かけ安っぽく見えるから。安い。あ、でもこれで、あ、絶対取った。絶対取った。ありがとうございます。これはでかい。マジででかい。やった。え？一だけゲットだぜ。いや、これはすごい。やった。これもう一個取れんじゃん。やってみる。行こう。やる。これ。いや、これもう一個取ったらでかいよね。ね。本来お金かかるやつだと思うんだよね。それを低価格で取れたからラッキーでかなり。いや、いける絶対いける。これね、持ち上げてあと300円以内に取れたら同じ。いや、それ結構奇跡に近いんじゃない。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これすげえ持ち方してる。何それ。おお、よし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 よやめた方がいいな。なんかそんな気合を感じました。ぷいぷいモルカ。あのモルモットの声が本当に収録されてるんだよ。そうなの。ぷい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 。これで足引っ掛けて、うん、重くなければ前来てくれる。背中向いたよ、ハムスターが。ハムスターじゃねえよ。ハムスターじゃねえ、モルモットな。なんか簡単そうなので、オレンジが欲しい。あ、オレンジ。唐揚げくんだ。唐揚げくんオレンジじゃない？おー、いける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 。うわー
よ、いつかよ5等分の花嫁ね。あの5等分の花嫁好きな人からすると紫一人いるんですよ。あ、ニノ、ニノが、あ、ニノいいんじゃん。ニノが紫なんで映画のシーンだからニノがあるはず。ニノ探しする、ニノ探しすれば多分いける。あ、あ、ニノいた、いた、ニノ、いや、ニノや。これあれじゃ水着のやつ。待って、これめっちゃ薄いやつだよ。あー、まあ、ニノそうなんか。いや、運が良ければ500円ぐらいでいけるけど。やってみる、一回やってみるわ。はい、ラーマン5等分は見てないの。見てないんで見ようとは思ってんだけど。まあ、いいね。これも珍しくね、シルクにおすすめされてすげえハマってる。あれは面白いね。左のアーム、はい、ギリギリついてこうやってやってくるゲーム、寄せてあげて感じの。そう、おちちじゃねえよ。お前好きだなそれ。寄せてあげるの好きだな。お前おちち好きやな。そうなんだよ、いきつちょんちょんじゃないのよ。ふざけたこうとかはあるけどあんまこうはないよね。アームがどれぐらい開くかを見ないといけないの。あ、絶妙、最強、それ最強、それ最強。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、いい初手です、ナイスです。おー、これ次がすごい大事。いや、それは行った方がいいじゃん。それは行った方がいいじゃん。これがカポンとハマっちゃうとすごい長いのよ。確かに、右に入れて左の下顎をすくってくるって回ったら次でいけるのよ。こういうことや。そう、あー、ちょっと、あー、ちょっとゆとりあるから案外奥行っても大丈夫かな。これ行くんだよ。おーい、素晴らしい、やったやった、素晴らしい、素晴らしい、いいね。はい、はい、ニノちゃん取れました。いや、ニノちゃんは素晴らしい。料理頑張るとこ好きだ。そう、いいよね。これね、好きよってやつな。俺でやんなよ。この風太郎、大風太郎で、ね、大嵐すぎてでかすぎた。風太郎、そう。頼む。お前ならいけるよ。唐揚げくんいくら食ってきた。お前めっちゃ食ってきてはいる。だろ、うん、でも1個の唐揚げくん以上の価格を今費やしてる。お、来たんじゃない。いや、いける、いける、絶対いける。大丈夫大丈夫。うーん、今日来る途中にローソン寄ったの。唐揚げくん欲しかったの。今なんつった。唐揚げくんってなんだよ。いや、本当にこそだってやばい。リーダー終わる。一かけだけって悲しいぞ。いや、マジそれはね、勘弁よ。お、いいんじゃない。これ、ここ行ったの、ここ行ったの、やったの。ほら、結構むずいよ、これ。もっといらないよ。ラスト、ラスト行こう、ラスト行こう。1だ、テンション変えても1だ。おぉ。あー、ようやく、ようやく唐揚げくんゲット。そろそろちょっとスピード上げないと。マインクラフトシリーズのベビーぬいぐるみ、キツネオオカミパンダ編で、こちらキツネでございます。まあ、どう見てもオレンジのキツネなんで、うん、こちらを取っていこうと思います。やめました。やめよう、やめよう、やめよう。これ何吊るしてるフックを落とせばいい。マインクラフトシリーズのなんだっけ名前、スティーブじゃないやつ。わからねえけど取ってやる。お、いけるいけるいける、いけるべ。はぁ、すげえじゃん。よし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 。お、うまい。あれ、これ得意なんだよね。うまい。アレックスです。アレックスゲット、よっしゃ。オレンジテーマカラーではないんですよ。もしもし、胡蝶しのぶさん、紫なんですよね。そうだね。いやでもね、今ね、富岡義勇さんと宇髄天元なんですよ。でも店員さんにもしもしすれば、うん、もしもし、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、ちょっと大丈夫。いやー、これやった、うわ、これやったな。リカバリーします。お、まだ一発目なら大丈夫。これを次ちょっと勝てるわ、いければ。あー、難しい。こうな、頂点のところに当たってグリーン。いや、でも素晴らしい。うわ、完璧。あー、いった、よしよし、ナイス。おー、そっち行った。おー、ぐるっと、ナイス。おー、ナイス。うわー、次行けるか、もう一回やっていいよ。俺は大事なところは任せたい。責任は転嫁していきたい。そう、だって責任は負わずに報酬だけ享受して。クソ人間や。
やばいね、社会出るとお前こうなるの。怖いな。社会出るとやっぱ責任っていうものを全て押し付けていきたい。どう無理だ。俺じゃないだろ絶対。今次のはこっちで。いやーちょっと押し付けられたな。これでいけるはず。お、うまい。お、おこういった。おい、次行けるまでやったからね。そうだね、報酬自体はまあ入ってる。俺の手柄だ。こっち押しのこのフィギュア、いただきました。そう、笑い方やめろよ。いただきました。顔やめろ。一桁でこれすごいって感じ。すごいすごい、結構順調だね。ね、ガンガン行きましょう。はい、次行きましょう。はい、こちらですね。このクレーン、あのボールに当てると下に落ちるんです。で、下に落ちてトン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 って移動していきます。で、おめでとうか残念の2択です。運ゲーを僕がやってもよろしいでしょうか。これは取れるだろ。これがやれば。コメント、ゲット。最初から俺やればだったの。そう、これが運のなさです。そうだね。だって見事に残念に落ちた。うまい棒の明太味はいけるね。あー、他の副産物やばいだろこれ。他の取れてしまったものは全部食い散らかすっていう。なかったことにしよう。1回だけやっとく。あ、1回だけやっとく。100円で5回もいけるから。あ、確かに。違うのじゃ食えよ。即食えよ。即食えよ。即食。そういうことか。マスク出んじゃん。崩す感じでこう。うまい。ナイス。ピンポイントで村上。ナイス。来た来た来た。お前見せてみろよ。見せてみろよ。出た出た。お前早いな。うまいもん見せてみろよ。想像よりも早い。早い。食べまーすとかないんだね。ないのか。もうなかったわ。でもあと3回3回できるから。待って。でも手前に紫来るから。手前に紫いいね。手前と現実にこう紫来い。左の隅とかね。ああ、確かに。あと2回。緑怖いんだよ。おお、うますぎる。ちょっと待って待って。一回食もすごい。4つも取れた。これ俺らでもらってた。あ、でも紫結構取れたのびっくりした。1、2、3、4、5、6、7本。7本も取ったよ。7本結構取ったんじゃない。ねえ、もうやるしかない。いいよいいよいいよ。それやり続けたほうがいい。でかいの取れたら結構いいぞ。これ大きいよね。いいよ、いいね。よしよしよし。奇跡見せるよ。めっちゃ動いたじゃん。めっちゃ動いたよ。これいける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 。来た来た。味超でけえやつゲッツゲット。いや、これいいね。まだ残ってる。そう、まだまだいける。まだやる。え、俺も取りたいよ。一かけしか取ってないもん。ちょっと頭を掴んでますよ。何度見てレバーできるのはちょっと楽でいい。そうね。お、早っ。お、あー、はい、ちょっとずつ。そうだね。迷いのライトのライト。あー、いいねいいね。あー、一回バイバイでしょ。一回バイバイでしょ。言いたくない。取られた取られた。割と次でゴロンってしたら遠くなったら、あー、バイバイ。いける、いける、いける。これだな。これはあるよ。全然あると思う。一回だけやっていい。いや、もうやんないでいいよ。危ない。俺戻す。火属性は危ない。燃える。戻す、戻す。燃える。戻す。ダメ。次。バイバイ金じゃない。また取られた。これバイバイ金だよね。いや、これ難しいわ。うん、ダメだ。あ、怖い。次行くか。あ、うまい。そう、うまい。頑張って。素晴らしい。くるん、ポンって入る。ね。はい。おい。あー。くそ面白いな。派手方めちゃくちゃだったんだけど。なんだろう、こんなにさ、おじくもないことあるんだよ。おい、ディップ。おじくもないことあるんだよ。おい、ディップ。取れた。見てた今。見てたよ。やった。やった。
びっくりした今、時間差で落ちたわ。いろいろな組のぶどう味、はい、素晴らしい。これ1500円ぐらいです。1500円でもう1個でかいのガツン取っちゃうしかないんじゃない。1500円でもう1個。いや、マサイ、はい、男だ、勝負に出よう。でかい抜きに取ろう。いった両替チーズに行きますか。早期の諦め大事。人だけあと2体増やそう。そう、1人だけ増やそう。待って、じゃああっちのこのまたこの人だけ2体増やそう。これを増やそう。ああ、まず動かすの大事だから。これどう見ますリーダー。いや、調子いいと思う。これ調子いい。まあ、調子いいと思う。じゃあ進めましょう。いや、もう進めるしかないんだよ、俺らは。ただ進むだけ。あ、すごい可愛そうな持ち方してる。おぉ、ほら前来た。いい感じ、いい感じに行って、いい感じに頼んで。おぉ、これは取るよ。いや、リーダーさすが。この辺で行っていい。その辺で。これいったべ。おお。すげえ、2体目ゲット。おっしゃ。え、めっちゃ調子いいな。じゃあ3体。あるよ。ある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 。マジで。ある、だって俺だってこれ今500円くらいだもん。1000円くらい。もう1体いく？これ1回取ってますからね。ちょい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 で。本当に頼むよ。もういきますよ。うえ。で、ちょっとちょっとちょっと、まっタラ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 立ち上がる。進歩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 引っかかってほしかった。進歩引っかかってほしかった。進歩引っかかってほしかった。ラスワンコインキャンペーン実施中。いいんじゃない。あー、これで取りたいの。あと100円か200円あったらいける。リーダー、今回の成績どうでした。いや、これ勝ったと思うよ、これマジで。本当に人影が可愛い。2人で持って帰ろう。高尾マサイチーム終了です。しゃあ、デデデデデデデダーマデデ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 お、うまい。あ、お、すごい。また。いやー、すごい。うん、まい。バックスページだよ。カムカムの巨峰。もう一個あるか、あと一回ぐらい。ああ、やっと。一回だけあるから。ラスト一個いきまーす。あと、回れ。スピン、スピン。スピン、スピン。そんな時？え？ごめん、バイバイって言えなかった。ごめん、バイバイって言えなかった。ごめん、バイバイって言えなかった。ごめん、逆に逆にバイバイって言えなかった。そんなに悔しがるなよ。もう頭の中ブルンブルルンじゃない。そんな27歳いないよ。ごめん、バイバイって言えなかった。いや、マジバイバイキンだったもん。その悔しがり方はバイキンマンだから。バイキンマンが今日言えなかったんでその悔しがりは分かるけど、お前バイキンマンじゃないからいいよ別に。いや、でもバイバイキン言えなかった。これもまあ同じように、でもこれ横にこう、うん、はいはいはい、これ滑って滑って滑らない。おお、あ、でも逆に帰っていいかもしれない。お、いけんじゃん。そうだよ。あ、いける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 。おお、これ結構か。うん、これ結構いい形かも。あの三角ゾーンがあるんだよ。刺繍ポケットがあるんだよ。あそこに入れないとね。そう、あそこにぶち込むわ。ね。お、いったんじゃね。あ、うますぎー。いったいった。うわー、でもそんなに動かなかった。入ったけど動かなかった。そう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 。ナイスー。来た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 。もうこれ以上ない。素晴らしい。いいね。お、引っ張んない。あ、やったー。素晴らしい。やった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 。取れたよ。ナイスはい、めっちゃ無駄めっちゃ取れた。ナイス。よしよしよし。すごいすごいすごい。順調じゃん。順調だね。いいね、いい感じ。まあ、これも足元からいっちゃうかな。え、無人。あー、うまいうまいうまい。そして横すぎたらもう持てないのが怖い。あー、いけ。おー、
いいね。上半身向こう行ってる。これチャンスだ。確かに。あのままもう一回任せよう。ねえ。滑れ。入れ。ナイス。いけ。いやもうギリギリよ。素晴らしい。よっしゃー、安かったすげー、安すぎ、きたやばい、200円のナスだ、特売やでやでやーやでやでやでやー、2日目、あー惜しかった、取れずー、いやでも、いや、いっぱい取って、いっぱい取って、ナイスナイス、いろんなものを取れたよね、うん、ということで、企画終了ということで、結果発表いきます。よっしゃ、じゃあ各チームのリーダー、カードを持ってきてください。おっしゃ、はい、おお、取ったね、ダーマも結構取ったよ、こっちも。二影あるよ、二影あるよ、二影ある、はい、オレンジチームがこちら、紫チームがこちら。じゃあ、それぞれのチーム何取ったか紹介していきましょう。はい、じゃあ、オレンジチームから。よっしゃ、一影ちゃん二影です。もう一影がすげえ取れなかったもん。もう一影がポテトチップスのデカすぎー、これでかいでしょ。でかいね。唐揚げくん、いや、ベッドこれむちゃくちゃかかって1500円の唐揚げくん高いね。やばいよ、何がレギュラーなんだろう。マイクラのアレックス、素晴らしい。スマブラでもいるね、いるね、アレックス。これオレンジだね、オレンジ、髪色オレンジだからね。カズー組、これ取れたんだ。あ、取れたんだ。66個、ね、はい、俺取ったのこれしか取れなかったっすよ。あ、じゃあ高尾音取った。そう、リーダーが頑張ってくれた。いや、頑張った。負けてませんよ、紫チーム。そうだね、ダーマさん発表してっちゃって。いきますか、ベジマルロングぬいぐるみ、ナス。ナスナスです。いや、このナス大特価なんだよ。そう、そうなの。200円。200円取った。200円なんだよ、やばすごいね。大安売りだ。そう、プッチョブドウ。おー、いいね、紫だね。ピュアラルグミブドウ。はい、主にブドウなんです、それはね。ブドウ味って強いね。紫色の何かを探すと、やはりブドウが出てくる。そうだな。カムカム巨峰。巨峰うまい棒。え、待、明太味。そんな紫の塊で置いてあったの。確かに。紫以外が出た場合は、ダーマはその場で食わなきゃいけなくて。あ、もう出てくる頃じゃないの。ゲットになってないわけ。なるほどね。鬼滅の刃、胡蝶しのぶ、やったー。ビリはむずいなって、俺らやんなかった。やんなかったね。そう、なんかね、案外調子よかった。そう、今日調子よかったね。いや、結構強かったよね。お当分の花嫁のリノの時ね。おー、セクシーだよ。プールに行った時の、あの、風太郎君にこれ見て、水使ったんだよって見てるし、ミクと一緒にね、解説頼もしいな。そう、映画見たんでしょ。映画見ましたよ。どうだった。すごかったよ。マジ泣きそうになった。クロミちゃんのリュック、やったー。クロミちゃんが紫なんだ。あー、うわー、紫になってるクロミちゃんってなって、途中またいたのよ。紫色の動物が、こいつしんちゃんのペットの白。え、白じゃねえ、紫。これもう村見。じゃあ白はなんて言うの。村8点。そうだね、また今回も委ねることになる。委ね、本心。ギリはそっちいっぱい取ってるじゃん。種類は多い。種類は多い。まあ、それはそうですか。やっぱ初めて来て、この戦いを見た感じ、確かにね、こっちの方がいいって思う。正直に俺は俺が強いと思う。はい、紫の勝利。そこだけされたらいいや。正直、多かったかは。多かったかは。そっちもオレンジも頑張ったけど。ただ、おかしいのは、俺が強いからおかしいのは。紫のがいいでいいや。いや、でも今回紫チームの勝利です。ありがとうございます。そこまで言われたらいいや。皆さんもいろいろ撮ってみてください。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。よろしくお願いします。アデュー。動画見てくれてありがとう。セガブリー、ツイッター、ゲストフォロー、やっても目指せ登録者1000万、億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。